きになってもらおうというところで、自分もいろいろと協力していきたいと思います。今日はよろしくお願いします。そうだね、もううち小さい子も大歓迎なんで、はい、じゃあ行きます。はい、はい、はい、何も言ってくれないから、よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ、行ってください。はい、よろしくお願いします。おー、ちょっと、ぜひ行ってくれないですね。ほらよ。ほら、俺まだ着替えてないんだけど。着替えてないんだけど。こんにちは。10枚じゃあ、講演会の活動をちょっと、私のポンちゃんのファンがいるの後ろにだけど、自作出しちゃって、会ってくれる、ちょっと全然会ってくれる、大丈夫、ちょっと待ってて、歩けないですかね。いいですか、行っちゃってもらっても。ホノルルマウさんのマリアさんの方だったんですけど、もう病気しちゃってて、失礼します。いいですか、行って。どうぞ。はい、どうも覚えてますよ。よかったよかった。お元気ですか。元気じゃないよ。あ、いいんですか。ちょっと怪我しちゃったり、体調が悪くて、だからもうテレビで応援しかできませんけれど、はい、僕はもう引退しました。どうも。写真一枚撮りましょう。後ろの方で今ちょっとサポーターの皆さんとはポスターを、ありがとうございます。はい、手伝いもできなくなって。いや、西岡さん、このポスター、はい、ポスターを、はい、ありがとうございます。すみません。大丈夫ですよ、もう次お願いしましょう。本当によかったね。はい、はい、誰か、はい、じゃあ、ちょっと待って、じゃあ僕が持ちましょう。はい、どこがいい、ここの青山とかね。はい、すみません、ありがとうございます。これ貴重ですよ。貴重だ。はい、じゃあ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。大事に、はい、ありがとうございました。失礼します。元気になってスタジアムでお待ちしております。ありがとうございます。じゃあすいません、失礼します。どうもありがとう。乗ってないですもんね、それ。もう選手貼ってください、またそれに。じゃあ、すいません、でっかくお願いします。本当ですよ。普段から生活してるんですか。レイさんの試合があったらもう絶対来ますね。そうですか。変わってますね。あ、ぜひ。ちゃんと色紙持ってきたんだ。
写真撮ろう。皆さんお疲れ様でした。今日そうですね、初めてポスター張り参加させていただいたんですけど、ああやってレーソルのことをすごい好きなあの方も出会えたり、またね、まあ見に行けなくて多分ね、見に行けないけど、こうやってサポーターの皆さんと、まあ、僕が行くことで多分、まあ、またレーソル来たいって気持ちが湧き上がってきて涙になったと思うんですけど、そういう方々もたくさんいらっしゃるっていうことで、なんかすごくまたより、まあ、僕もレーソルの好きになりましたし、今後また皆さんと一緒にいろいろ活動できたらなというふうに思うので、また今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ1本締めで終わらせます。じゃあ1本締めで、はい、こちらお拝借よー、ありがとうございました。ありがとうございました。